こんにちは、速稼塾の久保です。まあ年は取りたくないものですけども、どんな人にもですね、加齢というのは押し寄せてくるものです。まあ若い頃っていうのは年を取るのがね、ちょっと喜びであったりとかね、成長であったり感じられたものですけども、大体30とか40を過ぎるあたりから時間が過ぎるのが怖くなったりね、50とか60を過ぎると、時間が過ぎれば過ぎるほど体が傷んできたりとかね、回復が遅かったりするものなんですよね。それから70、80になってくると、加齢によるまあ病ってのがもう一生の付き合いになってくるっていうこともあります。本当にね、健康には気をつけていきたいのと、一生かけて健康っていうのはね、10代の頃から培っていかないと、なかなか難しいものかなと思いますけども、今回ですね、西アクラソンの山根さんがそのパーキンソン病についてちょっと語ってくれたんですよね。そこではパーキンソン病についての症状とその対策っての一例をお話しくださったんですけども、これが非常に役に立ちますんで、現在関わってない方も豆知識としてね、こういった情報を知っておくのはすごくいいことだと思いますので、ぜひね、山根さんの動画をご覧いただければと思います。動画説明欄の方に貼っておきますので、必ずご覧ください。それでは失礼します。